富士山とね満月という、まあ、いわゆる日本人のね、花鳥風月的なねところがもうそれを狙ったんでいいと思いますね、そこはね、うん、でまあバランス的にもねやや望遠気味でね、邪魔な部分を引き算してこうね月をね撮ってるってところがいいと思います。ただやっぱりね、月がね飛びすぎちゃってるっていうかね、露出がオーバーですね。もうちょっと月のクレーターっていうか月のうさぎが出ないと、こういう写真はなかなかね難しいと思います。で、時間帯によってはね飛んじゃう時間帯もあるんですけど、これ富士山を気にして富士山をね出そうとして多分露出オーバーになっちゃったんですけど、もうちょっと暗く撮って、富士山も暗くなっちゃっていいけどよ、月がもう少し、うさぎが出る感じにすると良くなると思います。あと、月の場所はこの月と富士山ということではねいいんですけれども、僕的には月の位置が気に入らないですね。もう少しねちゃんと富士山に近いパール富士っていうのはこの辺からね出ないとパール富士っていうは言わないので、パール富士として撮るんであればもう少し時間と場所をねきっちり綿密に調べて、うん、撮るべきですね。